あれは、やはりパンタグリエル号に搭載された揚陸艇。はっ、あの赤黒い花も咲き乱れてやがるな。そして予想通りってやつか。ミュゼさん、オーレリア分校長もたどり着いたか、遊郭の若獅子たちよ。ようこそトールズ第二分校特務課7組の皆さん。私はミルディーヌ、ミルディーヌ・ユーゼリスド・カイエン、次期カイエン公爵家当主にしてバイスラント決起軍のスポンサーです。以後お見知りおきよ。ふーん、やっぱりそっちで名乗るんだ今まで隠していて申し訳ないと思っています。ミュゼというのは幼い頃の愛称、亡き両親が呼んでいたものでした。ですが両親が事故で亡くなって、跡継ぎが叔父クロワールに代わり、叔父が開園校を継ぐにあたり、私は帝都に遠ざけられました。アストライアの初等科に封じ込められ10年近くを過ごしたんです。いずれ叔父が帝国で内戦を引き起こすであろうことを予感しながら。え、まさかそんなガキの自分から2年前の内戦を読んでたのか。はい、叔父の本質に開園の財力、他の四大名門や RF グループの状況、クロスベルや共和国との関係、そして鉄血宰相ギリアス・オズボーン結社や寄進なんていう不可思議な要素もありましたが、革新派の台頭を抑えきれない貴族派が力ずくで抑え込む局面は見えました。そしてそれが開園校、叔父クロワールの破滅で終わることも。はったりじゃなさそうだな、こと君に関しては。私が公女から連絡を受けたのは内戦が終わってすぐのことでな。幼少よりイーグレット博の縁で顔見知りの娘ではあったが、北方戦役へ至る流れと帝国政府からの提案まで予見したことで心を決めたのだ。あの強欲なバラッド公ではなく、この方を次期開園公と仰ごうと。しかし彼女が結社の魔女殿に独自に声をかけて協力を仰いだこと、そして国家総動員法に共和国との戦争、昨年末の時点で全て予見していたのは今更ながらに驚愕を禁じ得ないがな。それは化け物かよ。未来予知、違うのか。ええ、ただ私は盤面が見えるだけです。現在の局面、そこに至る過去と無数に展開しうる未来の局面が、何よりもそれを現在動かしている何者かの狙いが。盤面を動かしているのは間違いなくオズボーン宰相でした。オリバルト殿下もそれに気づき、いろいろな手を打たれていましたが、あと一歩宰相の深いところまでは見通せていないように思えたんです。そこで私は二つの布石を打っておきました。一つはトールズ第二の分校長を将軍閣下が引き受ける形とすること、もう一つは次期開園校の座を得て密かに決起軍への融資を集めること。そして黄昏は起き、バイスラント決起軍は鳴りました。宰相によるヨルムンガンド作戦を食い止めるための足場とするために
さしずめ、巨竜の急所を突くための探検をこしらえたようなイメージでしょうか。ミュセ、ユーシスさんから聞いてはいたが、ようやく理解が追いついてきた。どういう方法かはわからないが、君は本気でやり合うつもりなんだろう。徴兵によって激増してるらしい。帝国正規軍そのものと共和国を叩き潰そうと準備をしている。100万以上となる史上最大の軍隊と。はい、その通りです。その布石となるのが、先ほどあった女性2名、レミフェリア公国と別の国の関係者というわけですか。そなたらと会ったとはまた何か巡り合わせを感じるが、正解だ。昨夜この場所で布石についての打診をしたところでな。今頃それぞれの国に暗号通信を飛ばしてるやもしれぬ。どうやらぼんやりと何を狙ってるか見えてきたが、多分それは修羅の道。成功しても凄まじい数の犠牲者が出るような選択なんじゃない。はい、最低でも数十万人以上。最悪の場合、民間人も入れて数百万人規模の犠牲者が出るでしょう。そこまでてめえのことだ。はい、なぜかというと、帝国軍がもはや止められないからです。元より大陸最大の軍事国家、徴兵によってさらに巨大化しています。気候兵や列車砲、飛行戦艦などの圧倒的なまでの物量と技術的優位性、結社という裏の世界最大の組織まで傘下に従えてしまっています。そして何よりも、黄昏という呪いの影響、闘争に駆り立てられた人々には遠征という概念は無縁でしょう。今はまだ突発的に煽られただけで、理性を取り戻す人も多いようですが、確実に後戻りできないほどに帝国全てが闘争に染まりつつある。ですから私は選択を突きつけることにしました。このまま帝国という暗黒に飲み込まれ、呪いの一部として黄昏に染まるか、それともいかなる犠牲を払ってでも世界の終わりに抗うかを。それが昨夜のお二人やそれ以外の各方面に打診した内容です。それ以外、レミフェリアとあの国以外も。てめえ、しかも過去形で語りやがったな。はい、大地の竜と同様、もう私の仕掛けは止まりません。仮に私が死んだとしても、各方面は選択を迫られるでしょう。果たしてどちらが選ばれるか、予見は差し控えておきますけど、人は愚かでありながらも誇り高く、窮地にあって力強さを見せる生き物です。それが決め手となるでしょうね。なんて覚悟、しかもそこまで見越すんだ。だったらミュゼ、どうして入ったの？え？あんたの決意は分かったわ。やろうとしていることも。でも、だったらどうして第二に、七組に入ったのよ。だって、今の話の通りだったら、あんたは後方にいるべきじゃない。第二に入るまでは予定通りにしても、七組に移る必要はなかったはず。なのに、なんでわざわざ父である聖杯にまで首を突っ込んだの？それはもちろんその方が都合が良かったからです。最小の息子にして灰の乗り手、呪いにも関わっていそうなあの人、その近くで真実を見極めることが盤面に役に立つと考えただけです。もちろんリーン教官がタイプだったのもありますけど。まあ、それは本当なんでしょ。でもそれ以外は
後付けね。確かにそれは駒の役目だ。指し手である君にとって危険を冒して見届ける必要はないはず。今この場でこうして僕たちと話していることも含めて聖杯で皆さんとつながった時、ミュゼさんのことも確かに感じました。あの時のあなたの温かさが偽りだったとは到底思えません。囚われの私や捕まったアッシュさん、ユーナさんにクルトさん、教官への思いが、それだけは断言できるんです。アルティナさん、ポーカーフェイスが崩れてきたじゃねえか。イーグレット、てめえは確かにすげえ。ひょっとしたら鉄血と張るくらいに帝国っていう化け物を封じ込めるのにてめえの計画以外ねえのも確かなんだろう。だがてめえ自身はてめえの考えついた計画に納得してんのか？ねえミュセ、あんた自分が思っているよりもちゃんと普通の女の子だから。教官が好きで私たちとも馴染んで、エリゼさんや公女様のことが大好きで、まあちょっとエロくてすぐ人をいじろうとするのはどうかと思うけど、甘いものやガールズトークが好きで、乙女のたしなみみたいな趣味も楽しんでる。どこにでもいる普通の女の子。世界の命運を左右できるほどのすごい計画を考えられる天才だからって、それとこれは話が別じゃない。そんな普通の子が何百万人も死んじゃうような一手を平気で打てるわけないでしょ。そっか、分かった。ミュゼはどこかで期待したかったんだね。どんなに考えても避けられない莫大な犠牲を伴う結末。リンやみんなとなら、7組なら別の道を見出せるかもって。質問の仕方を変えるわよ。ミュゼはどうしたい？ミルディーヌ・ユーゼリスド・カイエン次期公爵じゃなくて、トールズ第二分校7組のミュゼ・イーグレットはどうしたいの？ユーナさん、私は素晴らしいじゃないか。あの制服はトールズ本校の。それに また会ったな、7組。包囲完了ですわ。エイダニ、フリッツ、本校のみんな、久しぶりだな、7組諸君。全員揃っていて何よ。そちら側に着いたか。アービング元主任教官殿、あくまで軍務に準じることを選んだようだな。ええ、オーレリア・ルグイン元文校長と、今の私はトールズ本校特別演習指揮官の立場になります。7組ともども
無駄な抵抗はやめていただきましょう。そんな聖杯以来かな。殿下、しかも赤の戦記までつうか制服なんざ着やがって何のつもりだっつーの。まあちょっとした気まぐれってやつかな。情報局の連絡通り揃い踏みだったようだね。皇帝暗殺未遂犯アッシュ・カーバイド君と、そして武装蜂起の疑いで極秘手配中のトールズおよび皇族代表として反逆の党を。誰があんたなんかに。答えるわけにはいきません。赤いおもちゃ手に入れて随分と威勢がいいみたいじゃねえか。その通り、力は使うためにあるのだからね。そして今君たちは無力だ。頼みの綱の羅刹殿も迂闊に動けないはずだからね。星座まで協力を。本気みたいだね。いやいくらなんでも大人げないとは思ったけどね。殿下の要請なればご容赦を。アービング少佐との二段構えか。確かに皇女を守りながらでは少々手こずりかねぬな。付近の極秘路線にアークロイヤルを展開、EMP による降車砲も展開している。その揚陸艇で脱出しようとしても逃走は不可能だと考えていただこう。飛行兵を持ち出したとしてもな。さすがにバレてるか。さすがはミハイル教官。いいえ、それでも ようやく見出しかけた可能性、ここで費やさせるわけにはいきません。全力で抵抗させてもらいます。7組のミュゼイーグレットとして。ミュゼ、はっ、首相じゃねえか。ああ、何としてもこの場を乗り越える。はい、全員で教官と会うために。やはり一度折る必要があるでしょう。まずはトールズ1組選抜メンバーが相手をしよう。聖杯からどれだけ腕を上げたか見せてもらうよ。手心を加えるつもりはない。全力でかかってきなさい。はっ、抜かしやがれ。行きます。久々なんだから思いっきり楽しませてよね。みんな一旦出ます。サポートしていただければ。行くわよ、トールズ新7組。行きますわよ。覚悟してもらう。とりあえずがっかりさせないでよね。せいぜい全力で来るといい。お返しだ。こんなのはどうかな。燃えちゃってよ。お返しだ。救護します。助かりました。僕の番だな。すまない、頼む。うん、任された。速攻で決める。ゼファーウィング、任せて。せーの、よっ。はあ、とどめ。
甘いよ。甘いよ。チャンス。いただき。私の番ね。はあ、私の番ですね。あとはお願いします。任せてくれ。アークス、駆動。行こっか。行くよ。私の番です。行きます。僕の番だな。アークス、クロー、助かります。チャージします。ありがとう。構えよ。構えよ。チャンス、いただき。やあ、ありがとう。行くぞ。やあ、チャージします。ありがとう。行くわよ。はあ、暗い。任せて。スレッジハンマー、行こっか。せーの、やっ。はあ、とどめ。よし、アークス、はっ。さてと、行きます。行くぞ。アークス、駆動。やったー。開始。け、未熟だ。行くわよ。やっ。ありがとう。そこです。甘いよ。ほう、はっ、行くわよ。時の結界を砕けて。さてと、ありがとう。僕の番だな。すまない、頼む。あとは任せな。打ちのめすぞ、クレイジーハント。任せろや。これで決める。やあ、ザ
任せろや。さてと始めよっか。それキャッチ、ギャー、パシッとダメ押し、リーサルクルセイド。俺の番だな。さあ派手に踊るとしようや。そら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 、お年目するにはまだ早いぜ。おれ、デリアルメイド。いい夢は見られたかよ。なかなか粘るじゃないか。まさかここまでとは。結構腕を上げたじゃん。当然、いつまでもひな鳥なんて呼ばせない。絶対に負けるわけにはいきません。殿下、かつての守る剣として道をたがえた今のあなたにだけは。クルト。だったらこれはどうだい。ヒデオ、テスタロッサ。さあ、ここから本番と行こうか。ほう、あれが千の武器を持つ魔人か。殿下、それの使用は作戦には。ああ、このタイミングでそんなのを出すなんて、やっぱりまだまだだね。ハル、お願い。ノワールシェイド解除します。その程度の期待で叶うとでも思っているのかい。剣の武器とはよく言ったもんじゃねえか。グレンの魔王の力の一辺がまだ残されているようですね。僕もシュピーゲルがあれば。ならいいタイミングでしたね。転移していたのを偶然見つけまして、念のため裏ルートで皆さんに届けておいたんです。みんな間に合ったようだな。ミュージちゃん、タイミング指示ありがとね。スニーの主導でなんとか整備完了しています。俺たちの分までぶちかましてくれよ、クルト。ああ、任せてくれ。
込んでやがったとは。これなら正気も。デク人形が一体増えたところで何が変わる。それを今から見せてあげるわ。参る。さてどれから潰すとするかな。よし。はっ。チャンス、いただき。よし。崩れた。もらった。なに、なに。いいぜ。チャンスだ。もらった。私の番ですね。それ。よし。はあ。よし。そこだ。もらった。俺の番だな。なに。崩れたぜ。もらった。僕の番だな。新規発動。よし。セイク。チャンス、いただき。俺の番だな。ふっ。崩れたぜ。一気にせ。任せてくれ。もらった。私の番です。さて、くらえよ。
油断の大敵ってな。任せて。よっ。新規発動。僕の番だな。やあ。ありがとう。もらった。はあ。任せろや。さあて、くらえや。何油断の大敵ってな。僕の番だな。はっ。なぜ食い去られる。上の機体持ち出しといてちょっとカッコ悪いんじゃないの。同じ名前の武器を持つ人間として見てられないっていうか。シャーリーさん、どさくさに紛れて坊ちゃんはやめてください。はいはい、皇太子殿下。エイダ、クリス、全員気候兵に乗るんだ。所詮は三機ごとき、数でひねりつぶしてやれ。天下、それはさすがに僕の命令が聞けないのか。赤い星座も何をしている。天下、そうはさせないわ。7組の皆さん来たね。みんな大丈夫か。お前たち、俺たちも無事得意点を突き止めたのでな。皇族への不敬、ヒラにご容赦。だが騎士道に反する処遇を見過ごすわけにはいかぬ。同じ7組として共に抗わせていただきます。 TMP の包囲網をくぐり抜けてきたのか。タイミングは完璧だけど。だったらどうしたって言うんだ。君たちが来たところでこの状況を覆せるわけが。それはどうでしょう。するなんて。
魔女殿、ご苦労だった人使いが荒いわね。皇太子殿下におかれましては、ご機嫌麗しゅう。不当の所作、前期もいかがかしら。こちらはいつでも始められそうですが。皇太子殿下、恐れながら現戦力で決起軍の主力を相手にするのは不可能です。戦域からの撤退を愚心します。わかりました、少佐。本校各院へ通達をお願いします。クルド、新旧7組の諸君、そしてパンタグリュエルの一郎、この借りはいずれ返しますよ。僕のこの手で必ず。トールズ本校撤収。イエスター。ガレスたちも適当にね。はっ。